この図は、えー、ビッグバン理論の CG グラフィックですが、えー、宇宙は267億年前に誕生した宇宙論を覆す衝撃的な新説が登場ということで現在、えー、ジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡がかなり近いところまで見ているんだけれどもどうもあのー 宇宙の始まりが見つかりそうにないあのこのビッグバン理論は一言で言いますと、まあ、ユダヤ・キリスト教ですね、まあ、キリスト教と言っておきますキリスト教的な天地創造説を宇宙論に、まあ、かぶせたもの実装したものですで。こういうものの考え方もできますよとそして、まあ、ここに1点があれば この一点からあの一点から宇宙が作られた。つまり神が宇宙を創造したあの元素の一点が見出されるはずで、それをま探したんですよね。つまりあの石油を掘るときにま、うん、地面を大地をボーリングしますけど、こちらから時間をボーリングしたんですね。 そして138億年近くまでボーリングしたら何にも出てこなかったんですまあ物理的な発見は多々あったと思います宇宙論的な発見はしかし一点というものはなかったしかしこれはもうあの一神教の宇宙論への実相であって、えー、まず最初の考え方があまりに西欧的でありすぎる。 と私は考えています。でこれはあの三浦梅園の安永4年本の「タイタイ号です。カ、えー、と「水」があるこれはあの、まあ、太陽のことなんですよねですから、まあ、プ,ラプラズマですよね太陽ですからこれは水です水です非常に不思議な物質ですねこれがペアでありますよということなんですけど バイエンの考え方というよりもあの液の引用論からあの宇宙は最初から2つありますよと宇宙は最初からワンペアですよと1つから始まったのではないですよという考え方があるこれが東洋のものの考え方です。でその代表的なものが「水」と「火であるこういうものの考え方があの まあ、東洋である西洋はこういう考え方をしてしまうで、これは物の理です物理ですから物の,の,の理物の理ですところが物に対してあのワンペアになるあのこちらの言い方で言えば大体するものがあってそれを木と言います それで「木仏愛はめ根性す」イハコンセイスとか「まあ、木と仏は混じってますよと」と最初にあの、まあ、原子のような物質が最初にあってそこから全て生まれたなどということは起こりえませんよというのが東洋の考え方です。で「スイカがあります。これがあの昔私が写した写真ですけれども。 えっとあのー、三浦蔓園資料館にある自筆公文はこの間に図が入っておりまして1号図ですからここに図が入っていてはい,てはいけないんですこれは文,ちゃん文化庁職員のミスです、あのー、入っていてはいけないんですけどまあ挟んでるで分かってないはずはないんですけども。 あのー、まあ間違いですね文化庁の職員ですらそういうミスを犯すことがあります。えー、これはまあ詳細は抜きにして最初から2つありますよという東洋的なものの考え方と最初は1つですよという西洋的なものの考え方があるんだけれども。あのー それはそのものの考え方自体が実はあのワンペアにならないと問題の解決ができないつまりキリスト教的な考え方物質から全てを説明しようとする考え方にはどうしても無理があるし観測の精度が上がれば上がるほど矛盾が出てくる。こちらはあの 生命の理です生命の理ですから、まあ、木の理もしくは生の理生というのはジェンダーのことではありません宇宙資源の本性のことです宇宙資源の本性は水と火であるこの考え方はもう古くからあります日本にも伝わっていますそれから、あのー、マニ教とかですねまあ密教ですね、あのー 民教とも言,言われましたけどもそれはもううでものを考えます切り離せないといとことですあのこういうことからあの西欧のものの考え方に馴染みすぎてしまった我々の頭は頭をそろそろもう東洋のアジアのあるいは日本のものの考え方に引き戻さないとですね いくらやってもキリがないんですじゃあ267億年前を見ようとしてさらに高精度の望遠鏡を打ち上げたとしたらもっと遠くがありますよということになると思います果てがないんですだから果てがある出発点があると思ったこと自体が実は間違いだったということですではこれで終わります